い、それでは試合の方を見ていきましょう。対戦よろしくお願いします。では、僭越ながら私が師匠の視点の方実況を務めさせていただきますので、よろしくお願いします。では、開幕の試合展開です。ユキさんにナイトウィングの弱体を付与してからの立ち上がりになります。前に出てきました鎌同士さんにターゲットマーカーを付与して、こちらバーストで大ダメージを狙っていったんですけれども、防御によって阻まれてしまって、そちら前に出てきましたユキさんに今度はターゲットを合わせて氷結のデバフを付与してキルを狙っていくんですけれども、ここは逃れられてしまい、黒魔道士さんがね防御を張っているのが見えましたので、こちら防御が終わった後にすかさず、前日に付与しておいた、デバフをパラドックスの方で上昇させてバーストで落としきろうと思ったんですけれども、ここは、ターゲット合わせがうまくいっていなかったようなので、キルには繋がらず撤退されてしまい、今度はエリビー状態に入って、そしてこちらがファウルの大火力で白魔道士さんを落とし切ることに成功しました。ファウルの一撃がね1万9000は約2万ほどのダメージを与えていたということで、もう本当にエレビュー中の黒魔道士のね火力たるやいないやみたいな、なんかそんなワンシーンだったんじゃないかなと思います。現環境でもね師匠は黒魔道士もう本当に何だろう、忍者と並んでトップクラスの評価を下していたとおっしゃっていたので、まあその片鱗をね垣間見ることができるワンシーンだったのか、ワンシーンだったんじゃないかなと思います。とこちらは、撃退する黒魔道士追撃をかけて、こちらヒートショックで氷結をかけ落としきることに成功をしています。いいですね。こちら乱気流が発生しているのにも反応してすかさず防御を張って耐えていくと、で白魔道士さんの LP が飛んできましたのでスターをもらってしまったんですけど、すぐに浄化で反応して、スターの解除を狙っていきます。こちら、早くも2度目の AB 状態に入ることができたので攻めたいところだったんですけれども、こちら赤魔道士さんのね、LB サザンクロスの方が飛んできたので、まあ運よくその都合よく LB 中の黒魔道士さんに付与されるアポカタスタシスでひざめ軽減が行われていたので、さほど大きなダメージ減少にはつながらなかったんですけれども、ここは LB を使用していたので攻めたかったところだったので、まあ惜しかったですねと。味方の、デスもあったので、ここは一度退却の流れなのでしょうか。車同士の、ね、性質を利用して、まあ遠隔で敵の、まあ、前線にいる味方を、まあ、ここちょっとあの言い方はちょっと悪いかもしれないんですけど、まあ、壁として、はい、後ろからバン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 大火力を放出していきたいですね。赤魔道士さんにフリーズ、そしてフリーザーチャー付与して氷結を付与したんですけれども、ここは逃れられてしまって、今度はリュウキスさんとなんとか気まずい防御のお見合いをしながら、スカイシャッターはこちら距離を離して最低限のダメージで済ますことができました。エリビー、そして大抵2対1になっているこの状況、さあ生き残ることができるか。バーストで自分にダメージバリアを張ってからの味方の先制術師にエーテリアルステップを踏むことによって距離を離して、でそして先制術師さんと協力してなんとか、ここすごいと思うんですけど、こんなにも生存というか耐え切ることができるんですね。あそこの絶望的な状況、竜騎士とネクロマ同士っていう結構高火力コンビだったんですけれども、よくぞまあ耐え切ることができましたね。はい、とここは単身クリスタルの上に乗り込み、バーストで自身にバリアを付与してからの戦線離脱と、このね師匠のこのエーティリアルステップさばきがね本当に美しいですね。私はこんな見事にね、ステップを踏むことができないので、このね師匠のねエーティリアルステップのねこのさばきのねこうエッジの鋭さっていうかね、本当にこう見てて惚れ惚れしてしまいますよね。とここは乱気流反応はどうだ、ここは防御を使用していたのでまあ飛ぶのは仕方もなかったんでしょうかね。はい、ですがここは先制術師さんの、LP がこのデバフはあれかな、バフなので相手に付与されているので、まあぶつかり合いはね避けたかったんですけれども、味方が敵が撤退してくれていたので、ここは追撃を仕掛けましょう。ちょっと乱気流が邪魔か、竜巻が邪魔だったんだけど遠隔職にはそんなに意味がないといったところで、クルマ同士さんを落としきることに成功していて、で後ろにいる白魔同士は味方に任せて防御を張っているので、ここは防御が終わり際にすかさず、氷結のデバフを付与して、このね防御の打ち終わりにね、ヒートショックのデバフ、氷結のデバフを付与するっていう技術はやっぱり師匠じゃなくてもね、どんな黒魔同士でもやった方がいいので、これは本当にいいテクニックだなと思います。はい、
では、もう少しであと10秒で、おっとここはスカイシャッターが車都市に狙に打ち込まれたんですけれども、師匠は見逃さず防御を張って最小限のダメージで抑えていくと、ここの反応も本当にもう熟練ですね、職人の技ですね。撤退する竜騎士に対してフリーズ、そして14,500のダメージを与え続けて、でもここは耐えられてしまいと、今度はオーバータイムの展開なので、このクリスタルを守っていきたいところ、ここ本当にねタイミングよくというか、はい、賢者の LB メソテースを張ってくれていたのでかなり優勢状況なので、このメソテースがある段階で押し切っていきたい。フリーズを放って忍ば同士を落とし切ることに成功して、ここは5対3の展開、なんとかここは力で押していきたい赤羽同士さんにと、ここはまあそうですね、タイムオーバーのオーバータイムの展開あるあるなんですけれども、まあ、撤退を選択した瞬間に味方全体が撤退を選択していて、クリスタルを踏み忘れ判定勝ちになりました。はい、対戦ありがとうございました。はい、それでは、2試合目の方の試合も見ていきましょう。師匠視点の方本当にありがとうございます。対戦よろしくお願いします。では引き続きね、師匠の視点実況をしていきます。師匠はね、まず開幕は、炎魔法を使用して開幕のぶつかり合いに備えていると言っていました。まあね、その開幕はその離れて戦うことが多いので、氷結のデバフを利用して相手を拘束するよりも、まあその炎魔法の、ドットの方ですね、やけどの方のドットで相手をその相手とのリソース勝負に勝っていくとおっしゃっていましたので、まあ、そのような試合展開になっているのではないかなと思います。と赤魔導士さんが防御を張っているので、ここは氷結デバフを付与してから味方と協力して落とし切りたか切りたくて落とし切ることに成功をしています。いいですね。と今度はすかさず、リーパーさんの方に、マーカーを付与してバースト、そしてその打ち終わりに、氷結の方を付与して本当に隙がなく相手に攻撃を狙っています。さすがですね。はい、とエーテラルステップを踏んで、栄翔を破棄したフリーズを白魔導士さんに叩き込んでいったんですけれども、ここは LB のスタンをいただいたので、まあ追跡には繋がらずと、賢者に、マーカーを付与してここはファウルで落とし切っていく16,000の大ダメージ、さすがですね。はい、と赤魔導士さんにマーカーを今度は付与して防御の打ち終わりにヒートショック氷結を付与していくと、エーテラルステップで鋭さが本当に鋭い。もう先ほどからヒュン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 、もうなんか戦場もね、車同士の機動力じゃないですよね、本当にね。えなんかはい、さすがだと思います。さあここは噴火が発生してボムがさあ乱れ爆発乱れ爆発をしていくんですけれども、さあ白魔導士が防御で耐えている。ここは白魔導士に対してと、まずストックが1なので、ここはヒートショックは選択せずにブリザジャの魔法を付与して、パラドックスがね溜まっていなかったので、ここはおそらく調整の影響が出ていたところだったんじゃないかなと思います。赤魔導士に、パラドックスも兼ねてデバフを3秒付与して氷結で味方と協力して落とし切ることを狙っていったんですけれども、防御によって阻まれてしまいと、はい、とここは押している一見押している展開なんですけれども、まあクリスタルはこちら自軍の方に押し込まれているといったところで、まあクリコンあるあるではないのかなと思います。まあ、リーパーさんのことを落とし切ることに成功して、赤魔導士も落とし切れそうだったんですけれども、落とし切れましたね。いいと、いい流れです。はい。あ、赤魔導士じゃなく、賢者でしたね。賢者を落とし切ることに成功しまして、と、ここはボムの魂をいただこうと思ったら、赤魔導士と遭遇戦になってしまって、と、ここは自分師匠の HP が減ってなかったので、ポーション拾い食いができず、赤魔導士さんに逆に拾われてしまって、生存されてしまって、本当にあそこ惜しかったんですけどね。とここは視野が広い、見えている交代のエーテラルステップで味方に対して付与してヒュンと、はい、先制離脱を行っています。とここはさすがに落とし切られてしまうか、とここは逃れていくと、本当になんか生存能力がたくましいですね。本当に同じ黒魔同士なのかっていうくらいなんか硬いと、はい、とバーストダメージで赤魔導士さんを落とし切ることに成功して、立て続けにリーパーにフリーズ、そしてフリーズ13,000のダメージを継続的に与えて12,000フリーズを与えて落とし切ることができるか、もう少し落とし切れましたね。はい、
ヒートショックでもね8000のダメージがあるので、とここは流れでフリーズの1万3000のダメージを車同士にぶち当てて車同士を落とし切ることに成功していくと、もう火力も凄まじければ防御力もね、耐久面も凄まじければ火力も凄まじいと、本当に車同士やっちゃいけないことを見せてはいけないシーンを先ほどからお見せしていると思うのですが、大丈夫でしょうか。このね師匠の視点がね世に放たれてしまったら本当にどうなってしまうかと、どうなってしまうのかといったところなんですけれども、はい、まあ、私はねここまで上手にね車同士さんを扱うことができないので、まあ大丈夫なんじゃないかなと思います。リーパーさんに対してファウル1万5800ダメージを与えて無慈悲にも落とし切ることに成功していく。賢者に立て続けにヒートショック、そして無慈悲にも、ここも無慈悲にもですが、師匠が HP 減ってなかったのでポーションは拾い食いもまたできなかったんですけれども、基本的に師匠はお腹がいっぱいなんですね。はい、と防御も狙って防御も耐えて、なんとかクリスタルの中心で耐えていくと、ダメージを吸うことも忘れずに、はい、いくらねその打たれ弱いというジョブなんですけれども、車同士防御も張って クリスタルの真下でダメージを吸うことも忘れずに行っていくと、本当に車同士の動きの鏡だと思います。はい、まあね、私のねこの実況の声がうるさいといった方はぜひ音量を下げていただいて、来る師匠の美しい視点のみを観察して、はい、見た方が本当にいいなって思うレベルの美しい黒戻しだと思いました。味方のためにねポーションあったので、あの展開ね基本的には味方にもポーション拾い食いされてしまうので、まあ見つけたら見かけたら拾うのが定石だと思うんですけれども、ここは抑えて味方のためにポーションを残して、結果的に、ね、味方が拾い食いすることができたので、もうその判断、状況判断も本当に早いですね。はい、とオーバータイムの展開、ここは優勢なんでしょうかね。ここは優勢なので、はい、劣勢でしたね、すみませんここのこういった、ね、展開の、ね、ちょっと判断が本当に非常に難しいところなんですけれども、まあ、優勢だったそうなので、はい、ここはクリスタルから、ね、押し切ってなんとか耐えたいですね。ここは必要にも白魔道士さんにストーキングをしていく。だが栄翔があるのでやはり逃れられてしまうか、白魔道士も回復があるのでここは逃れられてしまいと、とここは遭遇戦ですね。5対5の総力戦、なんとかここは制していきたいところ。さあどうする、とリーパーにターゲットを、今度マーカーがいる赤魔道士さんにターゲットを合わせて、戦士さんの LP が炸裂して防御が高い赤魔道士さんをファウルで落とし切ることに成功、ね、大魔王からは逃れられないと。さあリーパーに、ここは師匠はせっか賢者さんにマーカーを移しましたね。やっぱり賢者さんのメソテースを恐れていたのか。さあ賢者を落とし切ることに成功して、今度は、リーパーに対してロックを集めてバーストで落とし切っていくと、1万4000のダメージはさすがにえげつないですね。はい、と今度は、白魔道士にロックを集めて、ここ防御を張っていたのに、さすがですね。防御を張っていて、ダメージをこうやって切ること、ダメージのカードを切ることをぐっとこらえて、そこのダメージの状況判断もさすがといったところ。赤魔道士防御を張っていて、その内終わりにヒートショックを付与して、行動が何もできない赤魔道士に対してダメージをぶち込んでいくと、そして落とし切ることに成功、いいですね。とここは、リーパーのフィアが入っていて恐怖に駆られてしまって、とですが今度はここは車同士にロックして氷結デバフを与えて、賢者でしたね、すみません。賢者に対してやはり賢者のメソデースが怖いといったところなんでしょうかね。車同士に、あとここは白魔同士に、ターゲットとリーパー、ここ流れが本当に戦況が目まぐるしく変化していて実況が追いついていない、申し訳ないといったところ。と白魔同士防御を張っていたので、あの打ち終わりに氷結付与して、ここは一気に味方と協力して落とし切っていくと、さあ賢者も落とし切ることに成功、ここはいいですね。生き生きどんどんどん流れ、さあ赤魔同士防御を張って、その打ち終わりに氷結付与して味方と協力して、ここバーストのダメージで削っていくと、そしてクリスタルを押し込むことに成功して、オーバータイムの展開を制していったのは師匠の黒魔道士。さあクリスタルポイントも6072に到達して、最高クリスタルポイントの更新おめでとうございます。もうさすがですね、もう最強、私にとってのもう永遠のナンバーワンの黒魔道士の視点の師匠の視点でした。はい、美しく強く、はい本当にもう惚れ惚れとしてしまいますね。さあ、ご視聴の方ありがとうございました。本当に本当になんか今すごくね歯の抜けたイントネーションになってしまったんですけれども、本当に師匠の視点、見応えのあって素晴らしい視点ばっかりだったのではないでしょうかと、はい、
あのね、本当にこの私の拙い実況とともにお送りをしてしまうのが心苦しく思うんですけれども、ここは、はい、あの実況と一緒にあの楽しんでいただければと思います。私としてはね、楽しんでいただけたらなと思います。では、師匠の視点でした。クリスタルコンフリクト車同士の師匠の視点でした。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。次回もまたお会いしましょう。さようなら。